はい、こんにちは。パーカッション高文です。この動画では、パーカッションを自由に演奏するための体の使い方っていうですね、非常に大きなテーマについて語っていきたいと思います。で、僕的にはですね、今回の内容はめっちゃくちゃ重要。で、おそらくですね、この話、説明もすごく長くなってしまうと思われますのでですね、どうぞお時間があるときにですね、じっくりご覧いただければいいなと思います。で、想定する視聴者さんはですね、もうとにかくパーカッションが上手くなりたい。真剣に上手くなりたいと。もう付け焼き場的なテクニックとか小手先の技術とかもうそういうのいいと。おためごかしはいいんで本質的なことが知りたいという方には特に向いているんじゃないかと思います。あとはマルチパーカッションですね。いろんなパーカッション、いろんな楽器を演奏したいという方だったり、怪我をしたくない。怪我の予防、健康的に楽にパーカッションを叩きたいという方に特に向いていると思います。はい。ではまずはですね、ゴール地点から明確にしていきたいんですけれども、自由に演奏する。自由自在に演奏したいってなった時に、体はどういった状態にあればいいと思いますか？僕の考えはですね、理想的にはもう体は限りなく無意識のレベルで動いてくれたらいいなと思います。なんでかというと、こう、楽器をやるとか音楽をやるってなった時にですね、どういう流れかというと、まずイメージが先行します。頭でイメージしたものが体に伝わる。で、体が動く。体を動かして楽器を鳴らす。で、楽器が鳴って音になる。音が交わって音楽になると。まあ、こういう流れがあると思うんですけれども、これもですね、できればもうイメージしたものが直音になってくれたらいいなと思いませんか？で、実際にもうプロのミュージシャンたちはですね、この感覚で音楽をやっています。まあ、この感覚になるように練習をしてるとも言えるんですけれども、もうイメージ直音。ね。それはどういうことかというと、つまり体がもう無意識のゾーンに入っていると。イメージしたのと同時に、もう体は動いていると。無意識のレベルでね。で、それで音になって音楽になっていると。っていうのは簡単なんでですね、いや、もうそんなのプロのレベルじゃないと無理なんじゃないのと。思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はこれ関係ないんですね。始めたばかりのビギナーの方でも、この動きを繰り返す、習慣化することによって無意識のレベルに持っていくっていうことは可能でありますと。で、これどういう感じかというとですね、歯磨きしますよね、皆さん。歯磨きしようと思って歯磨けなかったことありますか？あるいは、こう歯磨きしていて、今ここの筋肉をこれぐらいの力加減で使っていて、どれぐらいの速さで、どれぐらいの角度でってこう考えながら、意識しながらですね、磨いてる人いますかね？おそらくいないと思うんですよ。もう自然に何も考えずに磨けちゃうと思うんですね。歯磨こうと思って、歯ブラシがですね、鼻の穴の中に入るってことないと思うんですよ。もしかしたら寝ぼけててね、入っちゃう人いるかもしれないんだけれども、基本的にはもう何も考えずに磨けてしまいますと。それはもう繰り返し、毎日やっている。習慣化している動き。だから、それは脳が覚えてるんですね。で、一連の動きを脳が覚えていて、ただそれを再生しているだけと。で、その時に意識は存在していないんですね。で、このレベルにまで体の動きを楽器演奏の時の体の動きに持っていければ、まあ、無意識で動けて、イメージが直音になっているっていう状態になります。で、これを目指していきたいと思います。で、例えばハンドパーカッションで、こういったストロークがありますと。で、自分が出したい理想的な音がこのストロークで出せますっていうことが分かったら、ここから先は早くてですね、あとはもう、ただこの動きを繰り返し、反復すればいいですね。反復することによって、初めのうちは意識しながら、考えながらやっていた動きでも、だんだんですね、もう何も考えなくても、つまり無意識でもできるようになってくると。これを僕はですね、この動きを脳にインストールさせるというふうな言い方をしています。で、このインストールを繰り返すのが一般的な楽器の上達方法です。で、ただここでですね、問題点が2つ出てきます。何かというと、まずそもそもですね、インストールさせるべき動きがわからないと何も始まらないっていうことですね。まあ、仮にいい動きだとしましょう。いい演奏するためのいい動きがあったとして、これがわからないと、あれ？一体何をインストールしたらいいんだろうと。何を反復、何を練習したらいいんだろうっていう状態になっちゃいます。で、すごい上手いですね、プロのプレイヤーとかを見て、ああ、あの人うまいなと。あの人の動き、フォームとかそのまま真似したらいいんじゃないかと思うかもしれません。まあこれね、確かに一理あります。こう見よう見真似でプロのプレイヤーの動きを再現してみると。ただこれね、めっちゃくちゃ難しいです。なんでかというと、自分の体っていうのはですね、自分が思ってるほど動かせません。もうこれ断言しますけれどもですね、自分の体ってね、自分が思ってる動きしていません。いや、そんなことはないと。自分はですね、思い通りの動きができるという方はですね、ぜひですね、スマホのカメラで自分が一番かっこいいと思うダンス、踊りをですね、踊って撮ってみてください。で、後で見直してみてください。多分ね、絶望すると思うんですね。まあ、そんくらいですね、自分の体って自分の思い通りに動かせないもんだと思ってください。で、問題点もう一つ目は、例えば一つの楽器、コンガなら、コンガのスラップっていう音ありますね。このパッっていう音。このスラップの音の出し方が分かったと。分かりましたと。で、あとはこれを繰り返せばいいだけですね。おー、繰り返す。無意識のレベルでもできる。あ、インストール完了。できるようになりましたと。もう無意識でもスラップ鳴らせますと。まあ、めでたしなんですけれども、これ問題はですね、パーカッションって、コンガだけじゃなくて、いろんな種類の楽器、ものすごい数の楽器があるんですね。これを一個一個に対して、一音一音に対して、あ、こうすればこうなるんだっていうインストールやってるとめっちゃくちゃ時間がかかるの分かりますかね。コンガだけならまだしも、その他の楽器もやりたいなとなると、一体何年かかるんだろうと、いうところがまあ問題点でありますと。で、僕が出した結論は、あ、楽器じゃなくて、まずは自分の体が自由自在に動かせる必要があるなと思ったんです。まあこれ当たり前なんですけれども、さっきも言った通り、こう、自分が思ってるほど自分の体ってまず動かせないんですね。これが大前提。で、ここから自分が思い通りの体の動き、あ、今こういうふうに体動かしたいな。で、体が動いてくれることが、まず第一。で、さらにですね、この部位。こういう風に体を動かしたら、こういう効果が出せる。こういう機能があるなっていうことを知ることによって、いろんな楽器を演奏する能力に変えることができると思ったんですね。で、一個一個こう体のことを知って、自分の再現度が上がっていけばいくほど、誰かが演奏してるのを見たときにですね、その動きがめちゃくちゃクリアに見えてくるようになります。あ、こういう風に動かしてやってるんだ。あ、こういう理屈でこの動きをしてるんだっていうのがですね、すごい見えてくるようになったんですね。人の動きを見て、その動きがある程度見切れるようになってきたら、あとはもうですね、今 YouTube でいろんな方の演奏動画が上がってますから、そういうのを見ればいいですね。そういうのを見て、あ、なるほど、こうやってやってるんだ。この動きで。あ、ここの筋肉使ってんのねっていうのを学ぶことができるんですね。で、それを自分に取り入れたければ、それをそのまま自分の体で体現すればいいというふうになります。で、問題点もう一つ目ありましたね。いろんな楽器をなるべく短時間でできるようになりたいとなった場合にも、自分の体さえですね、思い通りに自由自在に動けば、何か一つパーカッションやればですね、もう大体ですね、この打楽器ってすごく簡単な物理なんで、特性っていうか、あ、こうやればこういう音するんだっていうのが見えてきます。で、それを他の楽器に応用させる。まあ、それぞれね、微妙に特性が違って、ちょっとした、なんでしょう、最適化、変化させるのは必要なんですけれども、それもですね、自分の体の方が自由に動けるようになってれば、あ、なるほど、この楽器はこの感じか。あ、この楽器はこの感じかっていうのがですね、非常に短い時間でできるようになってきます。で、パーカッションを演奏する上で特に使う体の部位といえばやっぱり腕ですよね。各パーツがあって、各関節があって、それぞれがいろいろな動かし方、いろいろな使い方をすることができますと。で、パーカッションが上手くなりたいと思うのであれば、やっぱこの大元である腕の使い方を熟知しておいた方がいいのではないかなと思います。やっぱこう、使い方をですね、知れば知るほど、知っていれば知っている分だけできることが増えます。音楽で言うと、こう、表現できることが増えると。で、今までですね、僕がこう、研究というほどでもないんですけれども、まあいろいろ実験しながらですね、あ、こういうふうに使った方がいいんじゃないか、こういうふうに考えた方がいいんじゃないかというのがありますので、それを今回紹介していきます。で、こういった動きができるかどうかというのをですね、チェックしながら、見ていただければいいなと思います。はい。ではまず説明のためにですね、腕の各パーツの名称を確認していきたいんですけれども、まず、肩がありますね。肩から肘にかけて、ここが上腕です。で、肘から手首にかけて、ここが前腕です。で、手首から先、手のひらと指がありますと。で、それぞれ途中に関節があって、まずここ肩関節ですね。まあ、体と上腕をつなぐ関節。肩関節。で、ここ上腕と前腕をつなぐ肘関節。で、手首と指の関節です。指はまあ細かくですね、動きますけれども、パーカッションで主に使うのは一番付け根の関節です。付け根の関節ってですね、こう手のひらのちょっと中の方に入っているんですけども、こういうふうにくの字にできますでしょうか。ここでこのシワができているところが一番付け根の関節です。はい。ではまずは付け根の肩関節から見ていきましょう。この関節がですね、すべての関節の中で一番動きの自由度が高いです。で、僕はですね、ここをすべての動作のメインエンジンだと考えています。ここが使えるとめちゃくちゃ楽に叩けます。逆にここ使えないとですね、結構辛い、しんどいです。下手するとどっか怪我しちゃったり、故障しちゃったりってことがあります。で、知識として知っておいてほしいんですけれども、人間の腕って結構重いんですね。参考までにですね、僕体重約60キロなんですけれども、手のひらがだいたい 0.6 キロ。で、前腕が2キロ弱。で、上腕が 2.5 キロくらいあります。で、トータルでまあ約5キロありますね。結構重いでしょ。で、両方で10キロあると。で、肩からですね、こう腕を持ち上げて、パッと離すと。いうだけでですね、このもう5キロの物体を落としていることになる。もうすでにここが結構痛いんですけれども、もうそれだけのエネルギーを生み出せるんですね。で、これも基礎知識として知っておいてほしいんですけれども、特にこう叩く系のパーカッション、打楽器の叩いた時の音が何によって変わるかっていうと、叩く方のですね、物体の重さと、こうインパクトの時の速さで決まります。重さと速さ。で、素手で叩くときは厳密に言うと、この手の硬さとか、形とかにも影響するんですが、大きくは重さと速さで音色をコントロールすることが可能です。なので、この肩にですね、重さの方をコントロールしてもらった方がいいんですね。なぜかというと、まあ、この腕、上腕、前腕、手をすべてコントロールできますし、何よりですね、ここを支えている筋肉、まあ、胸の筋肉とこの背中の筋肉が大きい筋肉なんで、まあ、こいつらに仕事をさせた方が明らかに効率がいいだろうっていうことなんですね。この末端がうーって頑張るよりも、ここでうってやった方が明らかに大きな重さをコントロールすることができます。はい。で、肩関節の基本的な機能としては、この肩を中心にして、先の上腕部分を上下させたり、左右、横の動きをさせたり、回転させたりすることができますと。イメージとしてはですね、だいたいこう脇の下あたりにボールが1個入ってると思って、このボールを支点にして、そこから先の上腕部分が3次元的に動くと思うと分かりやすいかなと思います。今こう何気なく動かしてるんですけれども、実はこのボール、支点そのものだけも動かすことができます。どういう感じかというと、もうこのまま肩を上げたり下げたりできますよね。またはこう前後に動かすことができますと。で、この視点そのものをですね、こう動かして何かしようというよりかは、こう腕を自然にこう上げたり、前後させたりする流れの中で、勝手に連動して視点も動いてくれますので、そこまで深く考える必要はないのかなと思います。で、これは豆知識程度に知っておいてほしいんですけれども、例えばこう腕で何か作業をする、叩いたりするってなった時に、この視点のポジションがですね、前にあると体の前の筋肉を使います。なんか振りながら自分で触ってみてほしいんですけども。で、反対にですね、後ろに行くと、この背中の方の筋肉を使います。ちょっとここが硬くなるの分かりますかね。こうなんか管轄みたいな感じでですね、この管轄に入ったら、あ、この筋肉が働くスイッチが入る。この管轄に入ったら、こっちのスイッチが入るみたいなイメージ捉えていただくといいかなと思います。で、僕個人的にはですね、こうなんか叩く行為をするときに、このどっちの筋肉にも入れないっていうポジションで叩くことを推奨しておりますけれども、どういった違いがあるのかっていうのはですね、ぜひこう触りながら、ご自身で試してみて、あ、こういう違いがあるんだっていうのを、知っていただけるといいかなと思います。で、特に実際の演奏の中で使う動きっていうのは、視点を軽く固定してですね、この上腕部分をくるくると回転させる動きです。ちょっと試しにやっていただきたいんですけども、まずですね、この肩の高さぐらいに両腕を広げてみてください。で、この状態からこう肘を曲げると。こうお手上げ状態を作ってもらって、ここからこうくるっとお手下げ状態にしてもらうと。で、この範囲で上げたり下げたりしてほしいんですね。こうなんかヒップホップでいう、put your hands up っていうやつ。動きですね。こう下げたり上げたりすると。で、こう、あんまこう下げすぎると痛いっていう人は、できる範囲で、あまり痛くない範囲でいいので、上げ下げしてみてください。この動きが非常によく使えます。けど意外と使えないのが、この上腕の回転の動きです。で、このまま肘の位置をですね、だんだん楽な位置まで下ろしてきてください。はい。これがハンドパーカッションの基本のストロークの動きです。で、今この状態っていうのは、この肩のボール、支点の位置と肘の位置を、おおよそですね、空中で固定している形になります。こうすると、使う重さはここから先ですよね。つまり、だいたい3キロぐらいの重さを使って叩くことができると。コンガ、ジャンベ、カホンなど、すべてのハンドパーカッションをですね、このストロークを基本に考えるといいと思います。で、ここからさらに重さを足す、パワーを足したければ、この肘の固定を外してしまうんですね。そうすると、肘がブランブランと動くと。そうするとこの腕全体の重さが使えるようになります。この回転の振り幅が大きくなりますので、より大きく、この余動、予備動作を取ることができます。ものすごく強く叩きたい、大きく音を出したいといったときに、この肘を遊ばせてあげて、この支点の回転を使ってあげると非常に大きなエネルギーで太鼓を叩くことができます。で、体の動かし方のヒントとしてですね、一つ支点を定めたらそこから先を直線的な動きをさせるのか、あるいは回転的な動きをさせるのかで大きく変わってきます。例えば今この肩のボールを支点にして、ここから先をこういうふうに上下に動かす動きと、さっきみたいにですね、こう上腕を回してストロークする動きの2種類がありますよね。で、それぞれキャラクターが違って、この直線的な動きっていうのはですね、なかなかこうスピードが出しづらいと。その代わり、この重さをフルに使えるので、すごくパワーがある音量音圧を得るときに向いていると。対して、この回転させる動きっていうのはですね、すごいやりやすい。早く動かしやすい。小回りが効きやすい動きなんですけれども、重さをどこかに分散させてしまうことが多いので、パワーではさっきの直線的な動きよりも劣ってしまいます。で、パワーはあるけれどもスピードがない直線的な動き、スピードはあるけれどもパワーがない回転的な動きみたいにイメージして、それを必要に応じて使い分けるといいんじゃないかなと思います。つまりあんまり音量が必要ない場面などではですね、回転系の楽で、早く、小回りが利く動きでやって、ここ一番、パワーが必要、音量が必要っていうシーンで直線的な動きを持ってくると。で、そういうふうに使い分けるといいんじゃないかと思います。はい、ではそういったことを踏まえて次は肘関節を見ていきましょう。この肘関節どういった機能があるかというと、この肘を支点にして前腕を曲げ伸ばしすることができます。まあ、この方向だったら上下運動ですね。で、もう一つは、この肘を支点にして、ここから先、前腕部分を回す運動ができます。つまりこの肘関節も直線的な動きと回転的な動きの2種類ができるということですね。で、この肘関節の曲げ伸ばし、直線的な動きっていうのは結構日常生活でもやるのでですね、案外自然にできちゃう方が多いと思うんですよ。で、それゆえに、パーカッション、ビギナーの方なんかはですね、特になんか叩こうとした時に、この肘関節の直線運動で叩こうとしてしまう。まあこういう感じですね。こういう方が非常に多いと。で、細々した動きだったら別にいいんですけれども、これでパワーを出したい、音量を出したい、音圧を出したいってなると、もうすっごい大変なんですよ。なのでそういう場合はどうすればいいかというと、やっぱりさっきやった肩の方。同じ肘から先を使うでも、肘を支点にして、この肩を回転させた方が圧倒的に楽に、早く、パワーがある、重さがある動きができます。で、さらに重さを伝えたければ、この肘を外してあげて、より大きなストロークにすると。で、さっきこの肩をメインエンジンにした方がいいって言ったのはですね、そういった理由ですね。こういうところを視点に、メインに考えちゃうと、やっぱりここから先、非常にちんまいですね、小手先の動きになってしまいますので、あくまでメインはこっちにして、必要に応じてですね、動きをコンパクトにするときに、こういった動きを使うといいかなと個人的には思います。はい、続きまして、肘を軸にした前腕の回転運動を見ていきたいんですけれども、ちょっとわかりやすくするために、こういうふうにテープを貼ってみました。これ何かというとですね、この前腕部分っていうのは、こうギュッて握ってもらったらわかると思うんですけれども、骨が2本入ってるんですね。で、この骨がねじれる。この上のテープを見ててください。こういうふうに。この、特に親指側が、こう、回ってるの分かりますか？で、こっちの方はあんまり動いてないですね。つまり、この、上のテープ、親指側の骨が、こう、ねじれることによって、前腕部分っていうのは回転しています。対して、この、こっち側、小指側は、回しても、あんまり動かないと。つまり基本的にこっちが軸で、この親指側がねじれて、前腕は回ってるんですね。で、このねじれが何かっていうとですね、例えば、ハンドパーカッション、何か叩こうと思った時に、こういう風に、手のひらを下に、手の甲が上に向くみたいに構えて、叩くような方結構いるんじゃないかなと思います。っていうかですね、僕自身結構最初の頃ずーっとこういう風に構えて叩いてました。で、これ何が問題かというとですね、この手の甲を上に向けた状態っていうのは、すでにですね、この親指の骨、頭骨っていうんですけども、この頭骨がねじれた状態なんですね。すみません、ちょっと見にくくて。で、自然な位置っていうのは、こう、リラックスした手の位置。つまり、親指が上を向いている状態が、この骨がまっすぐな状態。デフォルトの状態です。で、ここからねじることによって、この、回転、向きが変わるわけなんですけれども、こういうふうにやっちゃうとですね、ねじれてしまっている状態なので、実はこれ、可動域が狭まります。手の甲を上にした状態で、さっきのこの肘の上下運動、直線運動をやるのと、手の甲をですね、横向ける、手のひらを横向ける。つまり親指が上を向く状態で、こう振る運動だと、こっちの方がですね、明らかに楽に、早く、しかもこの可動域も大きく振れるんですね。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけれども、ぜひ、手の甲を上に向けた状態で振るのと、横に向けた状態で振る。比べてみてください。こう叩くのと、こう叩くのね、全然痛さが違います。つまりこれ、チョップの動きですね。骨が。まっすぐになってる状態っていうのは。このチョップの動きだと、さっきの直線運動でも、すごく、早く振れます。つまり、この向きっていうのは、結構筋肉を制限しちゃってるってことをですね、知っておいた方がいいかなと思います。これが僕にとってですね、結構大きな発見で、つまり、さっきの直線運動を使いたければ、こう、チョップの動きで振って、最後、インパクトの瞬間だけ、回転させるみたいにすると、こういう動きですね。すごく大きなエネルギーをこの肘関節だけでも生み出すことができます。で、何か具体的なハンドパーカッションがあった時にこう構えると思うんですけれども、この構え方ですね。手の甲が完全に上を向いてしまった状態ですと、これもう前腕をねじっている状態ということなんですね。これすなわち、このねじった分だけ、このつながる腱と筋肉を引っ張っていることになるので、若干こう動きを制限した状態で叩くということになります。もちろん叩けないことはないんですけれども、軽くこうブレーキを踏んだまま、アクセルを踏んでいるみたいな状態だと思ってください。で、これを解放するにはどうすればいいかというと、さっき、チョップするって言ったような感じで、この座面をチョップするような風に構えればいいですね。つまりこんな感じ。これが一番ですね、この腕の動きの可能性を最大限に引き出せる構え方かなと思います。この構え方だとさっきやったですね、肩を使った回転のストローク。ここが軸ですね。つまりこう直線ではなくて、ちょっとこう、放物線っていうか、アーチを描くようなストロークになるんですけども、で、構えはこう。こういう風にやると非常に楽にストロークができますし、直線で振る長さよりも、こう、放物線で振る長さの方が長いっていうの分かりますかね。この距離が若干この回転を交えた方が長く予備動作を取れるので、すごく強く叩きたいとき、大きく叩きたいときに、この予備動作の分だけストロークができるというふうになります。で、さらにですね、この肘のさっき曲げ伸ばし、特にこの直線の動きは使えませんよっていうような言い回しをしたんですけども、実はこれもですね、こういうふうに構えると、さっきのチョップですね、チョップの動きからのインパクトの瞬間に回転を加える、前腕の回転を加えるってやると、びっくりするぐらいですね、早く振れます。はい。ちょっと動画だとね、多分伝わらないと思いますね。で、ぜひ自分でこう、振り比べてみてください。で、最後はですね、これも本当上級者向けなんですけども、こういうふうにストロークしなくても、こういう予備動作がなくてもですね、この位置からもう前腕の回転だけで、これだけで叩けてしまうと。これね、僕の結構、秘伝のタレみたいな感じなんですね。よかったら参考にしてみてください。はい、続きまして手首見ていきましょう。手首の主な機能としては、まあ、こういった曲げ伸ばしですね。おいでおいでっていうやつですね。これと、あとはこう、前腕に対して横に振る。左右に振るような位置調整の運動があります。で、この動きでですね、何か叩いたりすることは、まあ、まずないんですけれども、これと、この前腕の回転。これを組み合わせてやる動きっていうのは結構ありますので、この手のひらを伸ばした状態で回したり、傾けた状態で回したりと。こういった動きがですね、スムーズにできるように練習するといいかなと思います。で、この手首を曲げる動き。特にこのですね、平らな状態から下に振る動きっていうのは日常生活でもよくあるんですけれども、こう、上に振る動きはあんまりないので、これだけはですね、ちょっとこう筋トレみたいにして鍛えてあげる。最低限ですね、手首を痛めないようにするために筋力をつけてあげる必要はあるのかなと思います。で、ただ、さっきやりましたですね、肩関節、肘関節、上腕と前腕がすべてうまいこと使えればですね、もうほとんど手首使わなくてよくないって結論になると思うんですよ。僕実際今そうなんですよ。手首ほとんど使ってない。肩がメインエンジンで、肘がサブエンジン。で、手首はですね、もう本当に最終調整役みたいな。もう必要があった時だけちょっと使う。みたいな感じなんです。まあそれもですね、こう、いろいろやりながら実験して、手首使った方がいいのかな、使わない方がいいのかなっていうのを考えてみると、いいんじゃないかなと思います。はい、最後は指ですね。これはもうですね、普段の生活でよく使うから、まあ、そんなに言うことはないんですけども、強いて、打楽器演奏で使うとしたらですね、この、やっぱり最初に言いました通り、付け根から曲げる動きっていうのを自然にできるといいかなと思います。この指の付け根っていうのはですね、手のひらの中の方にありますので、この付け根の部分からぐっと指が曲げれる。かつ、各指がですね、自由に動くように練習しておくと、いろいろ応用が効くと思います。で、あとはですね、さっきの前腕回転と組み合わせて、指を早く動かしたりする動きも使ったりします。指系のパーカッションなんかですね、結構こういった動き、指を動かしているように見えて、実はこっちの方がメインエンジンで動いてるっていう風な動きをしたりします。はい。というわけで、大まかではありますけれども、僕なりにまとめた腕の機能と使い方のまとめでした。で、今回やった動きをですね、一つ一つ確認しながらやってみる。で、こう、いつでも体現できるようにすると、楽器を演奏する自分の体の基礎能力っていうのはかなり上がっていると言っていいと思います。一つ一つの動きができたら、例えば軽めのシェーカーなんかを持ってですね、このシェーカーを指だけで振ってみる。手首だけで振ってみる。肘だけで振ってみる。肘を軸にした回転だけで振ってみる。肩を軸にした回転だけで振ってみる。肩を軸にした上下運動だけで振ってみる。肘と肩を組み合わせてみる。みたいにしてですね、シェーカーを使って各パーツがどういうふうに動かせるのか、どういう効果が得られるのかっていうのをですね、実験しながら練習したりすると、かなり実用的な技術が身につくと思います。はい。で、今回は特に腕に特化してお話ししたんですけれども、当然これ腕がつながっている胴体の方も動かせますし、いろいろな機能があります。ので、この胴体のですね、可能性について考えてみるのも非常に面白いと思いますので、自分の体をですね、こう、いろいろ動かしながら研究してみてください。はい。ではですね、こんな感じでパーカッション情報、マニアックに発信してますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。